皆さん、こんにちは。アスキット投資クラブです。今日はですね、2151、竹江の動画解説をしたいと思います。この銘柄3月に入ってからですね、出来高を伴ってね、大きく株価上昇してましたけれども、まあ、その後はですね、一度後半、3月の後半からですね、まあ、頭打ちをしてちょっと調整の動きですね。ただ25日同平均線がしっかりサポートする形でですね、4月6日には出来高を伴って大きく反発をしてきております。まあ、ニュースが、ね、出たというのもありますけれども、まあこの3月後半からのこの高値のトレンドラインですね、これもしっかりとこう出来高を伴って抜けてきたことからですね、まあ、買いが比較的入りやすい動きではないかなと思われます。まあ、買いの目安としては、まあ、5日移動平均線からですね、4月6日のまあ終値近辺ですね、まあ、この間はね基本的買い目線でいいんではないかなと思われますね。でまあ最初まあ目指すターゲットとしてはですね、当然直近の高値、3月13日の高値がありますけれども、まあ、ここ抜けてくるとですね、ちょっとチャートを月足の方にね戻して月足に変えたいと思いますが、これ月足チャートですね。でこれかなり以前のチャートですけれども、これ2008年のところですね、一度2560円というところが一回サポートラインになってますね。でそこから崩れた後はね、かなりまあ低迷した動きになってましたけれども、まあ、直近の高値抜けてくるとですね、この2008年の時の一回安値ですね、踏ん張ったところのサポートライン2560円、まあ、2500円あたりがですね、最初のターゲットになるかと思います。でそこ抜けてくるとですね、金額的な節目3000円というのもありますけれども、昨年のこの4月と3月のこの安値ですね、高値と安値がまあアバウトでね大体1000円幅ぐらいありますので、この昨年の高値2199円というのがありますからね、この値幅分1000円ですね、これをブレイクしたと考えれば、まあ、3200円ぐらいになりますけれども、3000円から3200円がですね、次のターゲットになってくるかと思います。ちょうどまあ考え方としてはこの1000円幅の倍返しということになりますね。でもう一度日足の方にねチャートを戻しますけれども、まあ、下がってきたとしてもですね、5日移動平均線もしくは25日移動平均線ですね、これがまあしっかりサポートすればね、まあ、問題はないかと思います。まあ、当然この先月ですね、3月2日からこう安値を引いたこのトレンドラインも引けますね。ちょうど25日線に重なるところになりますけども、まあ、サポートすればね問題ありませんが、2000円を切ってしまうとですね、せっかく25日線サポートから切り返したところが、今度はそれを否定する動きになってしまいますので、まあ、少し下を見てですね、9100円どころとかをですね、下回ってくるようであれば、まあ、当然ね一度撤退ロスカットを考える必要が出てくるかと思います。では以上でですね、竹江の動画解説を終わりたいと思います。ありがとうございました。